それでは本日、はい、オフィシャルヒゲダンディズム115万キロのフィルムをカバーしていただいた石川カレンさんミュージックビデオの撮影です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。しいつものカレンさんとはちょっと違う感じ。そうですね、めちゃめちゃラフな感じになりました。監督、これはなんかどういう意図で？これはもうもちろんこれですよ、こちら。皆さんご覧ください。これ見たことありますか？制作さんとか AD さんがよくあるやつ、ね、これをつけてもらいつつ、はい、役どころは？役どころはカメラマンのアシスタントです。おー、はい、どういうことか。スチールカメラマンのアシスタントって、はいはい、はい、で役どころで、はい、一本ミュージックビデオをね作っていければと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。世界に入ったのが小学校1年生の時で、早い。その時、北海道にいた。北海道にいました。北海道に行って、幼稚園の年長さんの時に、北海道の札幌の劇団フルーツバスケットっていう劇団があって、それを運営しているキャスティングオフィスエッグっていう事務所にお友達が入ってたんですよ。お友達のお母さんが、カレンちゃん可愛いから入りなよって言ってくださってて、でも興味がなかったんですよ。テレビの箱に入るってどういうのなんだろうと思ってて、で、あんまり興味なかったんですけど、小学校1年生の時に室蘭でマザーのドラマの撮影があります、エキストラを募集しますって言われて、応募したら受かって、で、芦田愛菜ちゃんの隣の隣の席に座ってたんですよ。で、役あり、セリフありだったんですよ、初めての場が。いきなり。それで松雪泰子さんが、そのカメラが回った時は本当に冷たい先生だったのに、止まった瞬間にみんなに笑顔を振りまいて、寒くないって気使ってくれる姿とか、女優さんってすごいって思って、松雪泰子さんに憧れて事務所に入ったんです。おー、きっかけ女優なんだ。そうです。で、ずっと女優さんになりたいって思って、小学校1年生から小学校6年生までオーディションに落ちたことがないことを強みに頑張ったんです。ずっといろんなオーディション、コマーシャルだったり、ショートドラマだったり、映画だったりっていうのに受かったこと、落ちたことないっていうのを強みに頑張ってたのに、中学校入った瞬間受からなくなったんですよ。はいはい、で、それが悔しくて、じゃあ東京行くって言って、親に東京に行きたいんだって言って、両親も兄弟も了解してくれて、家族全員で移ってきたんです。全員で移るの？あのヘッドホンを、はい、回すんで、はい、はい、行ってみましょう。電話もちろん君で、僕は助演で監督でカメラマン、目の奥にあるフィルムで作る映画の話さ。あ、バッチリです。Oh, yeah. あ、涼しい。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。涼しい。よいよ、よいよ。そんなに暑いですか？めちゃめちゃ暑かったです。あ、カレンさん、開けといていいっすよ。開けといていいですか？涼しくするために。すいません。難しいですね。裏出ちゃう。まあ。いや、全然。裏でも良い部分ではあるし。本当ですか？全然。聞いてるだけで、まあ、どんどん変わっていったんですけど、自分的にはどうでした？え、変わってますか？どんどん良くなっていきました。ぐいぐい変わるタイプの人だなと。言葉をそのまま自分に入れてるような感じ、伝えられたことよかった。演じれてます。でも歌ってて楽しいです。あ、よかった。はい、それが一番表情がなんか柔らかくなってきました。うん、そうそう。でも最初がすごいクールだったから、逆にその、いい感じなんだよ、この落差が今 A メロと B メロと、このゼロサビの差が今それぞれ分かれてるから、良いかなと思います。はい。会うシーンが見どころなんだからさ、写真にも写せやしない、とても些細なその仕草に。先にいただいておりました。タケノコかキノコかどっちですか？タケノコ派です。タケノコ派ですか？タケノコ派の方。はい、あ、意外と少ないです。これ多数決で 3-3 になりますね。喧嘩しなくていいですね。はい、
だからこうやって最適解だから2つあるんだよね、このお菓子は。そうですね、いいですね。マジっすか、リキューサーなんて言いますよ。いただきます。よく出してもらっていいですか。私が書いた絵って。マイカバ。本日の撮影現場協力はエキチャプクリームソーダスタジオです。まず現場に来てみたけれども、はい、全然動けずに、そうですね、手持ち豚さになってなるタイプの全然仕事できなさそう。次何したらいいですか。なんでカメラマンを目指そうと思ったんですか。そうですね、やっぱり小さい時にお父さんがこう家族写真を撮ってくれるのがすっごい嬉しかったんですね、はいはいはい、なので私も誰かをこう撮って誰かの思い出を残してあげたいと思いまして、今ある方のね、弟子入りアシスタントからということでね、そうすごいかっこよくて、その人が。そうなんですね、役が入り込んでるじゃないですか。インタビューまで答えられるっていう。カリンなんで、今日は。素晴らしい。カリン役ですから、ね、今日はカリン役です。カレンならぬ、カリンです。荷物を運びました、はい、めっちゃ仕事しました。大変ですね、実際は重いんですもんね、これ。実際はめちゃくちゃ重いし、多分女性が持つレベルじゃないのもやったりするんで、結構若い女性の方多いですもんね、カメラマンのアシスタントさん。体育会系の気持ちで来ないと、体力ない代表なので、ちょっとそういう人たちが前もって準備してセット組んで、いろんな汗が流れて自分らが現場に行けてると思うと、重みが変わってきますよね。さらに感じます。しみじみと。こんにちは。フィルム持つ。あった。はい、真っ赤にしてるんで、クライアントさんにめちゃくちゃ怒られるシーンありましたけど、はい、結構過去の人生で怒られた記憶とかあります？怒られた記憶は、私門限が高校3年生まで夜9時だったんですけど、はい、9時半に家に帰ったことがあって、はい、どちゃくそに怒られました、お母さんに。鍵閉められて、ドアロックもかけられて、電話したんですよ、もう開けられないから、うん、お母さんごめんねって言って、うん、本当に何で止まってんの、心配しながらねっていう、それ愛情のね、はい、愛情の怒りを、あ、じゃあまだこう無差別に自分がイライラしてる人が怒ってきたみたいなのはないですか。ないです、今。びっくりすると思います、そういう人に会ったら。怖いですね。できれば通りたくないです。ないですよね、はい、怖い怖いな。
ましたグリッド。めちゃめちゃすごいいろいろあるんですね。そうだね。いつもだいたい現場に入ったらもう出来上がってる状態じゃないですか。あでもなんか次回から興味持つかもね。なんか、はい、こういう風に硬いやつ組み立ててくれたんだなとかすごい、うん、撮影終わった後もこれの片付けがあるわけです。そう自分たちはお疲れ様でしたってそうですよ、ね、笑顔でお疲れ様って言った後1時間ぐらい片付けてるんだよね。これあれどうやってんだろうな。元でメンバーに男子でもできない硬さ。おお。なんだこいつ。あとよく顔の近くで光の。ああれはうん露出。あれもすごいですよね。明るさを取って合わせてるんですけど。あの時どういう表情していいか分かんなくなりません。なんか。ってなってます。あの氷を測ってくださってる時に怒られてるのよく見るかもしれないです。あそう例えばどんな感じで。さっきチェックしたのと変わってるけど。あと位置ね、うんうん、そこの光の位置取りたいんじゃないんだよって、うん、もうちょっと上だよって言われてることありますね。でもやっぱ休憩時間は仲いいですよね。そうですよね。安心します。そういうのちゃんと見てるんですよね、現場でも。結構なんか それこそアシスタントさんだと年齢が近い方が多いので、なんか大変だなって怒られてと思って見てるので、もうそういうアシスタントさんとか助監督さんがね、何年か後にこうね育ってって一緒に作品撮るかもしれないから。でも最初私こっち側にも興味あって、高校2年生の時に。うん日本工学院とかいろんなそういうオープンキャンパスに行って裏側学ぼうかとかやった時期あって、でもそしたら表の仕事と両立するの難しいって学校の先生に言われて、はいはい、なんかその共同でやる課題が結構多いんですって、うんうんうん、だからできないよって言われて、それなら表かってなって、うん、どっかせっかくだからこういう観光なんかで来るかも使えるかもしれないね。なんか役場でやりました。ちょっとテレアっぽい感じで下向いてんだけどチロッと見る感じ。あ、いいですね。いいですね。なんか朝よりすごいアシスタント感がもう馴染んできてる。馴染んできたよね。やった。姿勢がもうなんかちょっと猫背風になってきてるんですけど。役柄がいいみたいな。役に。いつについてきました。うん。よし、じゃあやってみようか。なんか、こっち掃除機を終わりましたで、この真ん中に入ってくる。よーい、ドン。あー、終わった。いやー、ダメだ、疲れた。カバン持こう。そのまま取っちゃう。カバン取っちゃおう。見たわ。怖くない？パターン。あ、疲れた。あとです。レンちゃん。はい。普段から結構写真を撮るのは好きですか？普段好きです。なんか携帯のフォルダ見ても自分の写真より友達の写真とかメンバーの写真が多いです。なんかその瞬間残しそうっていう意識を結構持ってるんですか？そうですね。なんか撮りたくなります。なんかこの間それこそユニットでツアー回ってたんですよ。はいはい。その時にあの使ったマイクとかドリンクが置いてあるのとかなんかわかんないけど写真撮りました。残しときたいなって思ったのかな。基本は今携帯で撮る感じですか？
そうですね、あ、でもこの間なんか YouTube 用にミラーレスのカメラを1台買って、うん、そして写真も撮れるのでそれで撮りたいなと思ってるんですけど、フィルムカメラちょっと欲しいです。映るんですは思ってるんですけど、はいはいはい、フィルムカメラっていうちゃんとしたカメラ持ってなくて、携帯のフィルムカメラのアプリで撮ってて、ラズカメラっていう。そう、映るんですが今若い子たちに人気の理由って何だと思います？安いし、やっぱ手軽だからじゃないですか。でも携帯で撮った方が画像編集もすぐできるし、見れないワクワクがある。あー、27枚現像するまでに、はいはいはい。でまた現像するのにもちょっとお金かかるけど、うん、その手間をかけて、なんかやっぱ味ありますよね。ありますよね、うんうん、携帯とかだと何回も撮れるし、まあ、若い子だと連写するじゃないですか。はいはい、消せますもんね、好きなように。その瞬間そこに焼き付ける、もうその空気、場所、匂い全部残して封じ込めるよみたいな、なんか思いがあるらしいですよね。エモーショナルですね。エモーショナルです。あれ、グループ名何でしたっけ？ファイブエモーションです。いいですね。5人のこうエモーショナルが集まってる。そうなんです、いろんな感情が集まって、はい、あの、このメイキングから見て、メイキングから見てくれた方にはね、はい、あのカレンさんはそういうグループをやってますので、そうです、ぜひぜひよろしくお願いします。もう一回グループ名を。ファイブエモーションです。はい、ファイブエモーション、略してゴエモンです。あ、ゴエモンなんですね。なので私石川なので石川ゴエモンなんです。確かに、結構覚えてもらいやすいので、すごい急に和の感じ出てきちゃって。そう、急に、まあでもコンセプトはそういうのじゃないんですけど。ですよね、はい、可愛くキャピキャピやっております。そちらもぜひよろしくお願いいたします。マイカバ、おーいどん、はい、はい、ありがとうございます。後ろにある、後ろにある、もうちょっと被写体遠くないとダメだ、うん、カメラ目線はい、じゃあ回していきます。よーい、どん、で、こっち、はい、はい、OK です。おまりですか？はい、はい、以上で石川カレーさん、オーラテー、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。素敵でしたね。嬉しいです、楽しかったです、めちゃめちゃ。今回なんか見ていて思ったんですけど、時間が経つにつれてどん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 その役に馴染んでいくっていう板についてきました、はい、よかった。 どうでした？そうですね、もう最後は AD のカリンとしてあのここにいたので、私も役を自分のものにできたかなって思います。途中リアルにカメラで街に出て写真を撮るというシーンがあったんですけど、はい、なんかそういう時に自分のポイント、写真撮るポイントとか何かあったんですか？そうですね、なんか自分が思ってた以上にそういう携帯以外のカメラを上手に使いこなせなくって難しかったんですけど、あの奥行きを出すとかが結構大事らしくってっていうのを聞いたので、ちょっと今後スマホで写真を撮る時も奥行きを意識したりだとか自然光をね駆使して撮れたらいいなって思いました。うん、あの伊藤監督の、はい、どうでした？伊藤監督は、え、面白かったですね。石川さんなんか面白かったですね。本当ですか？面白かったです、楽しかったです。僕が伝えられることはね、いっぱい伝えられればと思って今回臨んだんですけど、まあ、なんていうんですか、打てば響くタイプというか、なんか言ったらことを素直にできちゃう今状況なんですよ。だから逆に言えば変な癖がついてないので、まあ今がすごい大事な時期なのかなとも思うし、こうやってスポンジみたいにいっぱい吸収してその自分流みたいのを見つけてほしいなと思う。なんかそのヒントに今日なったらいいなっていうのが僕の思いですね、はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあ最後いい感じでマイカバください。マイリトルカバーの略がマイカバですからね。はい、はいはい、お願いします。マイカバー、はい、お疲れ様でした。見てくださいね、たくさん。
さん聞いてみて、たくさん見て聞いてください。何回言うの、何回言うの。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。